皆さんこんにちは。動画を投稿してからしばらく経ちます。マイコンは、では前後移動や実際は駆動輪といえば信頼性や応答性の良さから DC モーターとロータリーエンコーダーを組み合わせたサーボモーターが最もよく